そう、まっすぐ向かってスタート切ろう、てっぺんへ、そう、てっぺんさ、てっぺんしか見聞いたっけな。インチキ倒し、久しぶりっす。おー、てっぺん目指すときは、てっぺん目指そう、まっすぐ向かってスタート切ろう、てっぺんへ、そう、てっぺんさ、てっぺんしか見えない。ちょ、キーが高いキーが高いですよね。さすが超次元稲妻ソングなんで、キー高いんですよ。ぶっ飛ばしていかないとってことで。久しぶりだね。お久しぶりよですね。ちょっと座ろうよ。あ、そうっすね。久しぶりだね。久しぶりっすね、インチキと王子。いやいや、ほんとに。配信が終わったのが何年前、はい、あれが、うん、もう2年前ですよ。2年前になる。はい。ソングオブイナズマイレブンというね。なかなか面白い配信だったんですけどね。はい、うん、やっぱりね、俺たちってね、うん、ライブ向きなんだよね。ライブ向き、そうですね。はい、なかなかね、あの配信もね、うん、あの見てくれたファンね、はい、たくさんいるんですけどね。たくさんの方が見てくれさったらしいですよ。でもなんかピンとこなかったでしょ。やっぱり目の前にね、やっぱりあの星とね、見たい、みんなの顔が見たいから。そういうことなんだね。はい、そうなんですよ。まああの配信も面白かったんだけどな。うん、2年前か。ところでさ、はい、聞いてるんですよ。だからすごい嬉しいお知らせを小耳に挟みまして、うん、僕今日、はい、福岡から踊らんか王国に、はい、飛んできちゃいましたよ。いや、そんな、はい、飛んできちゃいましたよなんてさ、力んで言われてもあれなんですけど。いや、もうそんぐらい嬉しかったんで。何聞いてる？東京ゲームショー2023のレベル5ステージでライブをやらないかというありがたい、全く同じ情報、全く同じですか。来ました。はいはい。で、来た、福岡から。福岡から来ました。よかった。え、なんでですか。いや、だってもうすぐじゃない、はい、これ。そうですね、23、24って出てて、もう、そうそう、ね、もうすぐですよ。いや、だからさ、うん、東京でしょ、うん、東京ゲームショーでしょ、はい、今ほら、なんとなく東京にいるのってさ、はい、インチキ当時だけじゃん。確かに。だから、インチキ当時だけでやるのかなって今ちょっと歌も練習したんだよ。あ、歌、あ、そう。いや、でもてっぺん目指す、めっちゃいい。で、途中からね、やっぱね、はい、歌えなくなるんだよ、ね、キーが高くてまっすぐ向かってってちょっとね、はい、途中からキーが変わるんです。あ、いや、でもやっぱり踊りがキレッキレなんで。いや、あのね、かっこよかったですよ。はい、みーちゃん来てくれてよかった。本当ですか。本当に。いや、もう、え、はい、あとどこまで聞いてる、そのライブ。ライブは、ライブはあれだよね、はい、メッセだよね。幕張メッセ、めちゃめちゃでかいよ。めちゃめちゃでかいんですよ、ね、はい。しかもあれですよ、うん、レベル5が今回25周年アニバーサリーや。アニバーサリー、しかも、ね、イナズマイレブンが15周年ですか、ね、はい、15周年。そうなんですよ、同じくアニバーサリーや。はい、ね、そう、もう15年経ったんだな。なそうですよ、ね、はい、すごいこう長い間、はい、ファンの間で親しまれてるコンテンツですね。そうです ね、もうみんな聞くだけで、うん、稲妻イレブンは私の青春やと。あ、もう今 SNS でめちゃめちゃ流れてました。ま、稲妻イレブンイコール、うん、私の青春、俺の青春。ちょうど小学生ぐらいな時に、はいはい、稲妻イレブンを見て、うん、そうね、無印から GO を見て、うん、で15年。あ、もう本当にあれですね、青春だって言えるような、はい、年の子がファンにいっぱいいるんですね。そうですね。しかも僕たちの初めのシングルが B よ青春の稲妻イレブンだったじゃないですか。そうですよ。あの通り稲妻伝説作りよで、うん、稲妻のコンテンツ。ちょっと待って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 。これさ、はい、めちゃめちゃ大変なステージじゃない？そうだと思います。これは重要です。重要だよな。責任が重いです、結構。うちらさ、配信でやってたけど、はい、うん、配信ってさ、やっぱりさ、まあ申し訳ないけどさ、うん、慣れてないこともあって、はい、そのカメラしかなくてさ、うん、ピンと来なかったんだよね。この向こうにさ、はい、何万人って見てるんだろうけどさ、はい、ね。そうですね。だって、幕張メッセでさ、はい、あの広い会場でライブやるんでしょ、うん、これ、そんなの何年ぶり？何年ぶり？何年ぶりよですよね、これは。何年ぶりよですよ、これ。ちょっと、
まあ、幕張メッセとか、はい、ゲームショーは出たことあるけど、はい、あれぐらいの会場でやるのってさ、はい、いや、本当に久しぶりだよね。しかもやっぱ王子と一緒にそのステージ、うん、本当だから、いつぶりですか、これ。いや、いつぶりだろう。いやー、これ大変だな。大変ですね、これ。なあ。これ、ちょっとやばいですね。ちょっと久しぶりに、立ち上がりよってしないとな。もうどんどん立ち上がっていきましょう、それは。そうだな。で、つながりよも。あ、つながりよだな。そう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 。それで、はい、感動共有だな。で、会場に、はい、みんな集まりよですよね。ちょっとさ、はい、再びさ、うちらで、うん、てっぺんへダッシュダッシュことしたいんで。そうですね。うん。コータ呼ばない？コータ呼びましょうか、コータ。いや、呼びましょうかって言ってる場合じゃないだろ。はい、え、なんでですか？だって、僕も兄ちゃん一人だったらさ。いや、もうインチキータ王子と二人でやるってことでしょ。待てよ。え、はい、俺がラップやんの？ねね、え、だって兄ちゃん一人だと、はい、え、歌える曲は、あ、立ち上がりよかね。立ち上がりよ歌います。一、ね、人だってね。あと、はい、リーヨ青春の稲妻ライブも、はい、いけるよね。いけますいけます。いや、あとラップが結構入ってるよ。はい、それはもうやっぱりラッパーのインチキータ王子にやってもらわないと。そう。待って待って。はいはいはい、レベル5が25周年です。はい。稲妻イレブンが15周年。そうです。なんでそのアニバーサリーイヤーにインチキータ王子がいきなりラップ歌わなきゃいけないの？いや、なんか、めちゃくちゃキレッキレのダンスしながら、ラップもキレッキレのラップをかましたら、25周年、15周年がドカーンと盛り上がるんじゃないですか。かませたらだよ。かませたらです。かませたら。かませたらです。かませなかったら、かませなかったら、すっげえダメージだよ。二度とないよ。そうだ二度と、はあ、そうですね、日野さんとお会いすることはないっていうことになります、うん、やっぱコータ呼ぼう、やっぱコータ呼びましょう、コータ呼ぼう、確かに、はい、ね、コータあった、はい、あれからコータはね、いや最近ですね、まだ全然会ってないですね、会ってない、はい、インチキタオルも会ってない、はい、コータの小道寺も会わない、コータの小の字も合わない、合わない、小の字も合わない、まずコータ、はい、スケジュールが空いてるかどうか、うん、ね、ちょっと連絡してみましょうか、うん、はい、そんなこと言ってる場合じゃなくて、もうすぐだよ、もうすぐですよ、ね、はい、コータ早く大至急コータ呼ばないと、コータで連絡つかなかったら、うん、いや、もうラップも歌わなきゃいけない、行き着きなし、ラップ僕、そうラップだから、はい、トンニーノの、はい、世紀のパート歌った後、はい、直ラップ、直ラップです、息が続くかな、息続くかな、知ったこっちゃねえよ、知ったこっちゃねえよ、その間俺こっちに来たら左こうだ、踊りは頑張るけど、あ、いや、はい、ね、もう、あ、もう踊りで応援はするけど、はい、一人で全部だよね、一人で全部はやっぱりこうきつい、あ、コータよ、コータ見ましょう、じゃあさ、はい、コータに電話しようよ。いいですね、はい、コータに電話しましょう、分かってる電話番号、分かりますコータの電話番号は、はい、本当にかけちゃいますよ、いや、かけちゃう、あ、本当で、じゃあかけます、だってかけないとさ、あ、そう、時間がないですもんね、時間がないし、本番まで、はい、じゃあいきますね、ん、何、つながった、あ、つながった、出ない？出ないっすね。出ない？出ない。コータ見てるか？コータくん、すぐ、コータ。トミノに連絡してください。大至急お願いします。大至急。大至急。大至急。ちょっと話したいことがあります。大至急。とっても大切な話です。まあ、ちょっと、はい、まあ、これは後に連絡しよう、あ、そうです ね、 ね、コータに連絡しましょう、コータがいないとさ大変なことになっちゃうから、はい、そうです ね、 ね、はい、だって全部歌わなきゃいけないんだよ、ラップの部分も、そうですよね、大変よ、ヒロシドットが歌えるかもしれない、ヒロシドットか、うん、ちょっと待って、はい、ね、ヒロシドット、いやいや、ヒロシドットはね非常にいいのよ、キャラクターとしては、ね、ただふざけたりとか、うん、ね、ほら子供に大人気でさ、はい、いちびったりするのが広瀬ドットの持ち味なんだけど、今回はさ、ね、レベル5の25周年、うん、はい、で稲妻イレブンの15周年、そうですね、アニバーサルイヤーに、うん、でっかいステージでさ、うん、広瀬ドットやめとこう、
やめとこう。やめとこう。ちょっと怖いんで。怖いですね。ね。お調子者をこきすぎてもダメですもんね。そうなんだよね。ちょっと ね怖いです。大事な。大事な。やつなんで一回やめとこう。一回やめとこう。だってうちらの配信の時もさ、はい、最初はコウタとトミノとインチキ当時で3人でやったじゃん。3人でやってましたもんね。で様子見ながら、うん、徐々にヒロジドット呼んだじゃん、はい、ね、それは細かったんだよ。そうですね、我々もまた呼びたくなったら福岡からヒッチハイクね、そう来てたんで、このヒッチハイクしてで今回はちょっと今回はやめといて、うん、そうですね、あのガツンとそう、青春を、はい、ティーピストンズで、はい、見せましょうよ。そうですね。ね、かっちょいいとこ、かっちょいいゴール決めましょう。かっちょいい僕らのゴール決めましょう。うん、そうですね。ね、わかりました。舞台はでっかい方がいいです。はい。ね、まあでもそういうアニバーサルイヤーにね、呼んでいただいて、はい、本当にね、マジで感謝です。感謝です、本当に。ね、はい。で皆さん集まっちゃう。いいよ。あ、ちょっと待って。じゃあね、よっしゃ。これ5、これ5。かわいい。かわいいでしょ、これ。かわいい。ね、これ、いいですか？サッカーボールの形のおにぎりだ。で、サッカー食おうぜって言ってから食おうぜ。なるほど。ね。せーの。サッカー食おうぜ！うん。うん。うまい！コウタ、連絡待ってるよ。コウタ、頼むよ。まずはサッカーボールおにぎり食べながら熱い話しようぜ。よろしく。よろしくね。これの海苔俺が切ったんだよね。器用ですね。めちゃめちゃサッカーボールの黒いとこの形になってる。五角形ってめちゃめちゃ難しいんだよね。でもなんか平等、なんか均等じゃないですか。そう？すごい。よく見るとね、ちょっといびつな部分もある、うん。いびつな部分も、うん。これでもね、あの切ってるやつ売ってるんですよ、実は。うん、海苔。サッカーボールおにぎり用の海苔が売ってるんですか。そう。この巻くとサッカーボールになると、はい。そうなんですね、うん。王子はあえてそこに頼らず。頼らずっていうか、はい、ちょっと買うのもったいないなと思って。家に海苔があったんで。トニーの、そしてインチキータ王子。お久しぶりでーす。ごめんね、電話出れなくて。ね、電話もらったのに、申し訳ないです。スケジュールなんだけど、空いてます。そして、ラップ、歌います。東京ゲームショー2023、T ピストンズスペシャルライブ。もちろん、僕、コウタも、駆けつけます。東京ゲームショー2023、レベル5ブースにみんな集まりよ。王子、はい、ビッグニュースが一つあるんですよ。なんだ。なんとですね、うん、我々の楽曲がサブスク解禁になりまして、うん、Apple Music、Spotify などで聴けるようになったんですよ。うわ、はい、今ね、うん、やっぱり時代はサブスクだもんね。サブスクですよ。サブスクが解禁になって、9月の23、24で東京ゲームショー2023でっかい舞台があると。そうです。うわあ、ちょっと、はい、TP ソングズ盛り上がっちゃうね。盛り上がっちゃいますね。ねえ、やっぱりこれさ、ちょっと頑張ろうよ。うん、そうですね。ね、あとやっぱりその皆さんもそれ待ってたと思うんですよ。うん、サブスク解禁は、だからみんなでやっぱりそのいろいろサブスクで聞いて、ガンガン稲妻ソング、我々の TP スの曲で盛り上がって元気になってほしいですね。サブスクで聞いて、そう、23日、24日、はい、東京ゲームショー2023、うん、レベル5、うん、25周年記念、うん、T ピストンズスペシャルライブに遊びに来ちゃリオー。